日産、セフィーロ、セフィーロ、セフィーロは日産自動車が生産、発売していたセダンである。日本国内での販売期間は1988年から2003年。初代モデルはスカイラインローレルとシャーシを共通する FR、後輪駆動車。2代目以降は FF、前輪駆動となり、2代目にはステーションワゴンの設定もあった。これらは後継者である ティアナの海外輸出のネーミングで使用していたが、現在は使用していない。発売数週間前からの中澤新一和田勤、斉斎藤幸出演のティザー広告を経て1988年9月1日に発売。糸井重里公安のクーネル遊ぶのキーワードが話題になった。当時 S13 型シルビアのオプションパッケージなどでしか採用例のなかった。 プロジェクターヘッドランプを標準で採用した斬新なフロントマスクが特徴的であった。幽霊なデザインながらボディ形状はプレスドアを採用した4度アセダン。その代わり鉱石窓ガラスの開口面積が小さいで、1989年5月にモデルチェンジしたスカイライン。1989年1月にモデルチェンジしたローレルとは基本コンポーネンツを共有する姉妹車。 マルチリンク式のリアサスペンションを持ち、駆動方式は FR。発売当初はデュエット SS 装着車を除いて、マニュアルトランスミッションが選択可能。エンジンは2リットルの RB20 系。エンジン3種。絵につけサイチェシーの E。絵につけ DOHC ので、絵につけ DOHC ターボのデッドを搭載。RB20 では無塩プレミアムガソリン仕様。 RB20 デッドは R31 スカイラインに、搭載の 180PS から 205PS に、パワーアップした仕様であった。生産工場は、当時、姉妹社のスカイラインドーレルなどを生産していた、村山工場と、サニープレセアなどを生産していたザマ工場であった。初期のキャッチコピーは、33歳のセダン。であり、当時のディンクスー。 つまり20代から30代の男性を主なターゲットにした販売戦略が取られていた。ユーザーが自らの思考に沿ってエンジン、サスペンション、トランスミッション、内装生地、内装色、外装色などを組み合わせて注文できるセミオーダーメイド方式セフィーロコーディネー用を導入。発売当時の組み合わせは810通りあった。 組み合わせた仕様の詳細はセンターコンソールボックスの蓋の内側に貼られた仕様書で確認できる。なお、メカニズムの仕様による価格差は存在しても快適装備類に差異はほぼ存在しない。外装には特に表記されないもののエンジンとサスペンションの組み合わせを表現する名前があり、RB20E 搭載車にはタウンライド RB20 で搭載車は ツーリング RB20 デッド搭載車は、クルージング、超音波センサー付き電子制御サスペンションデュエット、SS 装着車には、コンフォート、四輪操打システムヒーカス E 装着車に、スポーツの名前が付けられていた。CM や、広告写真には、ヒーカス E 装着の RB20 で搭載車、スポーツツーリングが多く使われた。同時期に登場した、シーマ。 16年ぶりに復活したスカイライン GT-R1990 年に登場したプレセア、プリメーラ、アベニールと共にバブル機能。標準車の RB20 デッド、ターボエンジン搭載グレードのクルージングをベースとし、日産の特装車専門の子会社オーテックジャパンでエアロパーツ、エンジンチューン、コノリーレザー製、本革シート、オリジナル品の本革巻き、 ステアリング、ブリジストン、ポテンザ、タイヤ、ピアー製アルミホイールなど、カスタマイズを施した、オーテックバージョンが、前期型途中から、追加設定され、1990年8月に、マイナーチェンジされた中期型以降も引き続き、設定されていた。しかしながら、直接的なライバル車である、トヨタマーク E、チェイサー、クレスタの販売構成や、 斬新でなおかつ奇抜なフロントフェイスの好みが分かれたことなどもあり、大きな話題性の割に人気が低迷気味になり、1990年8月、最初のマイナーチェンジで中期型になったのを機に、前期型で設定されていたセミオーダーメイド方式のセフィーロコーディネーシンが廃止され、保守層を対象とし、ヘッドランプをオーソドックスなフォグランプ内蔵位計画型に等式ハロゲンタイプに、 改めた、ナッシャ専用の N シリーズなども追加された。R32 型スカイライン GT-R GTS-4 に搭載の 4WD アテーサ E TS システムを移植し、RB20 デッドと組み合わせた、国内向けセフィーロでは最初で最後の 4WD モデルアテーサクルージング後期では E-4 の追加も試みられた。CM 出演者は、 井上陽水から中谷昇るに変更。1992年5月、再度のマイナーチェンジの後期型では 2500cc の RB25 で搭載モデルの追加があり、同時に全車5速 AT のみとなり、バンパーの大型化で3ナンバー化される。平成の初め頃から、警察の捜査用覆面パトカーとして、大量採用されていた。 姉妹車のスカイラインにアローレルと共用する部品が多く、手軽にチューニングでき4ドアで実用性に優れることから、チューニングカー、特に FR ということもあってドリ車のベースとして一部に人気博した。程度の良い MT 車は希少であったため、AT 車をベースに MT に乗せ替える改造も行われ、この流れは後のシルビアなどにも行われていく。 海外輸出販売も好調で、これまでのローレルに代わり、東南アジアオセアニアでは、セフィーロ、中東とラテンアメリカでは、ローレルアルティマのネーミングで売られていた。日本国内仕様との違いは、フロント部のロゴマーク、国内向けは、セフィーロのロゴであるのに対して、海外向けは、日産のロゴマークが異なるのと、メーターが、時速 220km、日本向けは、 時速 180km 対応で、アコト。また、ローレルアルティマには専用の RB24S エンジンが搭載されていた。通常、日産の新規車種では、車両形式の末尾は、例から始まるようになっているが、A30 は三代目グロリア、タテグロで、すでに使用されていたため、A31 から始まっている。1994年8月24日、 マキシマとの統合により従来型の FR から一転 FF となった。生産が日産大井浜工場に移管された。エンジンは国内車種第1号となった新開発の V6 予置機の V9 エンジンが搭載され、000cc の V920 で 2500cc の V925 で日本のみ 3000cc の V930 でが設定された。 グレード構成は、ティッシュタイプのアルミホイールや、足踏み式、パーキングブレーキ、MT の属、クロームグリルなどを装備した、ラグジュアリー志向の X モ、含むイニシアと、スポーク形状のアルミホイールや、リアトランクスポイラー、エアロパーツ、レバー式、サイドブレーキ、カラードグリルなどをまとった、スポーティー志向の S ツーリングの2シリーズ構成とした。 運転席、SRS エアバッグを全車に、ABS を上級グレードに、標準装備、それ以外では、オプションとし、安全性を訴求するとともに、各デバイスの低価格階の礎を築くきっかけとなった。J30 型マキシマ譲りの広い室内、シンプルかつクリーンなエクステリア、それに、しなやかな乗り心地を披露するリア、マルチリンクビームサスペンション、 B14 型サニーと基本構造は同じを採用しことも功を奏し、A32 型は販売的にも日産のアッパーミドルクラスセダンとしては大成功を収めた。また、ブラウン内装や助手席側やバッグなどを装備したデュアルセレクション並びにユアルセレクション E もモデル途中に発売されて人気に拍車をかけた。また、CM は40代夫婦をターゲットにしたものに、 なっていた。1996年、オーテックジャパン扱いのエアロセレクションを発売。S ツーリング並びに 25S ツーリングをベースに、専用前後、エアロバンパー、サイドパネル、リアスポイラー、専用アルミホイール、R33 型スカイラインと同デザインの16インチなどを装備。1997年2月、マイナーチェンジ。全車に、 ABS とフロント両席、エアバッグが標準装備となった。ファインビジョンメーター、上級グレードやマルチリフレクター式ヘッドライト、S2 リング系はラックインナー、エクシモ系はクロームインナー並びにマルチリフレクター式リアコンビネーションレンズを採用し、ドアトリムとパワーウィンドウの形状を変更、センタークラスターの木目調パネルの面積を拡大するなど高級感の向上が図られた。 反面、リアの番号表示等が2個1個となり、灰皿のクローム加飾が廃止されるなど、コストダウンも観光された。上級グレードに、SRS サイドやバッグを標準装備するなど、安全面の向上も図られた。同時に、S ツーリングに装着される、アルミホイールが15インチから16インチにサイズアップ、された。この改良を機に、シングレード、25S ツーリング J と、 2 0シモジーが追加され、ほどなくしてオーテックジャパン扱いのエアロセレクションも、ベースモデルに沿った改良を施され、再登場した。モデル途中、ブラウン内装や、インフィニティアイ30と同形上のグリールなどを採用した、ブラウンセレクションも発売され、話題を呼んだ。後期 CM 出演者は、中山美穂、桃井香里、西村智美。1997年6月。 国内市場専用のセフィーロワゴン WA32 型登場。歴代で唯一のワゴンモデルである。1998年韓国のルノーサムスン。当時のサムスン自動車が SM5 という名称でライセンス生産を開始。1998年1月、紹介料。セダンの 25S ツーリング J、イニシアが廃止される。1998年5月、 セフィーロ誕生10周年記念モデル、テンスアニバーサリーを発売。セダンワゴンそれぞれに設定され、後者は本川、ホンガワウッドのコンビステアリングや専用デザインのアルミホイーなど、通常のモデルには、オプション設定すらない装備が奢られた。1998年12月、セダンは A33 型にフルモデルチェンジされる、ワゴンは WA32 型が、 継続生産された。2000年9月、ステージやプリメーラワゴンアベニールに統合される形で、ワゴンを生産終了、セフィーロワゴンは、セドリックワゴン、クロリアワゴンの受け皿でもあった。2代目以降は FF になったため、リアサスペンションの特性上、4WD の製作が難しかったため後継者、ティアナが出るまで FF のみであった。A32 型は、 当時の日産の世界戦略車種として位置づけられ、北米へは、マキシマや、インフィニティ I-30、ヨーロッパやロシアへは1995年より、マキシマ QX として投入されるなど、世界各国で広く発売されていた。また、台湾の広高記者講師でも A32 型セフヒーロの、現地生産を行っていた。なお、海外仕様の AT 車で、足踏み式。 パーキングブレーキを採用したのは SM5 の V6 モデルのみで、それ以外は国内仕様の S ツーリングと同じサイドレバー式を採用した。台湾のセフィーロは日本におけるセドリックと同等に位置付けられる高級車 A32 型セフィーロは台湾で継続生産されていた Y30 型セドリックの後継車種であり、最上級グレードの名称は当時のセドリックと 同じく、ブロアム VIP であった。外観については前期は、日本仕様とほぼ同じだが、後期については、大型バンパーや専用リアガーニッシュ、大型フロントグリルを用いる改良を受けている。1998年12月22日、A33 型にモデルチェンジ。ワゴンは、WA32 型が、継続生産。内外装デザインはイルカをモチーフとして取り入れた。 キャッチコピーは、イルカに乗ろう。他社に先駆け、ユニバーサルデザインを多く取り入れている。搭載するエンジンは、V 型6気筒 DOHC VQ25 DD 型直噴及び、VQ20D 型リーンバーンの2機種。グレード体系は、仙台 A32 系同様、エクシモ系と S ツーリング系の2系統を持つ。2000年1月、オーテックジャパンによる特別使用車。 オーテック、オーテックを発売。2000年3月、ヨーロッパ向け、マキシマ QX お題70回ジュネーブモーターショーに出品。2001年1月29日、マイナーチェンジ。海外向け車種のインフィニティ I30 と同様の前後。バンパーの変更により、全長がセフィーロ市場最長の 4920mm に延長された。同時に、日本国内では、 縫製上不要なサイドマーカーも装備された。エクシモのアルミホイールを16インチにサイズアップし、グリルを新衣装のものに変更するとともに、初代以来続いていた、セフィーロの頭文字、シート、末尾文字、O をモチーフにしたマークを配し、代わりに、日産の CI エンブレムをセットした。また、これを機に S ツーリングは廃止され、エクシモ系のみとなった。同時にオーテック扱いのオーテックは、 名称をアック x に変更。コスト削減の一環からサンルーフ、レーダークルーズコントロール、アクティブヘッドレストの設定を廃止。2002年8月、平成12年排出ガス規制に適合しない 2500cc 車が廃止され、2000cc のみとなる 5MT も廃止。X もナビエディションを追加。VQ20 での出力もリンバーンからストイキに変更され、 レギュラーガソリンに対応したことで 160PS、150PS となった。海外仕様の AT 車で足踏み式、パーキングブレーキを採用したのは台湾、大仕様の A34、工術、インフィニティアイで、それ以外は国内仕様前期の S ツーリングと同じサイドレバー式を採用した。2003年2月、ローレルとの統合により、 国内市場向けモデルの販売終了。後継はティアナ。ただし、タンチョンモーターマレーシアイス DN、BHD などでは引き続き生産。カタールやサウジアラビアなどでは、マキシマの名前で生産されていた。また、台湾においては日本での生産が終了した後も、フロントマスクを大幅に変更したものが、A34 型として発売されていた。前期。 後期ともに、警察の覆面パトカーとして納入されている。スペイン語で、そよ風、地中海に春をもたらす清風の意味で、英語のゼファーと語源が共通する。この意味としてのスペイン語スフィロでは背にアクセントがあり、セフィロと発音する方が近く、フィーと伸ばすことはない。発売された直後の1988年、初期の CM キャラクターに、井上陽水を起用。 最初期の CM は、林の中の道を走るセフィーロを、後ろからカメラが追いかけ、並走した瞬間セフィーロの助手席に座っていた水が、パワーウィンドウを下げて、カメラに向かって、皆さんお元気ですか失礼しますと話しかけるものであった。これはこれで話題になったのだが、その放映を開始して間もなく、昭和天皇が激血するなど体調を崩したため、国内は一気に自粛ムードとなり、 この CM も放映中止が真剣に検討された。ただ、発売直後でありそういうわけにもいかず、苦肉の策として、映像はそのまま、CM ソングの音量を上げて、皆さんをお元気ですか失礼しますの部分は、消音したバージョンが放映されたことか、これがまた話題となった。後に、溶水が、セフィーロのそばで、ホースで散水する新バージョンの CM が急遽、制作され、 1988年12月以降は、これを使用した。ちなみに当初は陽水本人に運転させようと、検討していたが、彼が運転免許を持っていないことが判明したため、助手席に座っていた。陽水はこの車の CM に1990年頃まで出演しており、彼はずっと助手席に座っていた。CM 放映終了後、陽水は1991年、 42歳の時に免許を取得した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。